人生がうまくいかない人の特徴ベスト3。何やってもうまくいかないっていう人がいらっしゃいますね、世の中に。あれ、本人は一生懸命頑張ってんだけど、なんか失敗しちゃうとかミスしちゃうとか、うまくいかないっていう方が多いです。で、そういう人に限ってなんか本当になんかネガティブなことが立て続けに起こったりですね、踏んだり蹴ったりみたいな状態になってる方っていうのがいらっしゃいます。私の友人でもいるし、患者さんとかでもいるんですけど、そういう人の特徴ということを分析した時に3つぐらいの特徴っていうのがやっぱ浮かび上がってくるんですね。そしてそれというものは自分で修正することができます。なので、これから言う3つの特徴に当てはまっている人はちょっと注意した方がいいということと、すぐに修正した方がいいのではないかと思います。人生がうまくいかない人の特徴ベスト1は、整っていない。整っていないってことはどういうことかというと、睡眠、運動、朝散歩ができていない状態、つまり睡眠不足、運動不足、朝散歩ができてない状態っていうのは、規則正しい生活ができてないということ、つまり昼夜逆転とか夜更かしとかをしている、まあ、こういう方というのは体調が不良です。で、脳のパフォーマンスも低いです。睡眠時間6時間以下を2週間続けると、2日間丸徹夜したのと同じぐらいの集中力になってしまうんですね。だから本人が一生懸命頑張ってても、睡眠不足、運動不足、不規則な生活をしていると、体や脳のパフォーマンスというのが 10%、20% 減重というよりは、私の実感値でいうと大体半分ぐらいに減ってるんじゃないかなというふうに思うんですよ。だからその人が2時間3時間残業して頑張っても、健康な人が普通に仕事をして健康な状態であれば定時に帰れんじゃねえのっていうぐらいのパフォーマンスがダウンしてるわけですね。そういう状態におかれましては、本人が一生懸命どれだけ頑張っても努力してもですね、パフォーマンスが 50% まで減っていたとしたならば、うまくいくはずがないわけですね。努力が報われるはずがないわけですね。逆に頑張っても頑張っても逆に疲れていくし、そういう人におかれましてはより睡眠を削ったりするんですね。うまくいかないからって言って、またさらに頑張ってより睡眠を削って、よりパフォーマンスを下げていくという悪循環に陥るわけですね。だから、まず心と体が整っているのか、何かいろんなことがうまくいかないとか、ミスが多いとか、なんか仕事でよく怒られるとか、あと人間関係が悪いという人も全部そうなんだけど、まず整っているのかどうかを確認してほしいんですね。睡眠不足の人って感情が不安定になるわけです。セロトニンが下がると感情コントロールができなくなるわけです。つまり怒りっぽくなったり、イライラしたりですね、相手に対して優しくできなかったりですね、何か言われても不愛想な態度で返したりしてるんですよ。自分では気づいてないと思いますけども、そういう整ってない人っていうのは人間関係も悪化してくるんですね。で、仕事のミスも増えてくるし、本人は頑張ってるのに評価されないという形になっていく。ですから、あなたがうまくいかない最大の原因っていうのは、実は整っていないことである。体や心が疲れているせいである。ストレスが溜まっているせいである。睡眠不足や運動不足や、あるいは夜中までゲームやスマホやテレビを見てるからかもしれない。そこをまず見直してほしいなというふうに思いますね。人生がうまくいかない人の特徴ベスト2は、一人で解決しようとする。孤独っていうことですね。私たちの経験っていうのは、一人の人間ができる経験っていうのは少ないです。例えば新入社員の人が仕事で困りましたって言った場合に、その人が仕事での経験ってほとんどないわけだから、困るに決まってるわけですよ。壁にぶつかるに決まってるわけですよ。それを人に相談しないで、なんとか自分で解決しようっていう人が多いんですね。解決できるでしょうか。あなたがもし50歳で同じ会社に30年近く勤めていた場合におかれましては、自分で考えたり過去の経験から正しい対処法や答えを見つけ出すことはできるかもしれないけども、経験値が少なければ、どれだけ一生懸命必死に自分で考えたって、いい解決法とか対処法が浮かぶはずがないですよね。だから、他人の力を借りる、人に相談する、人に教えてもらう、あるいは本や動画とかでもいいんですけど、他人の情報や知識というものを借用するということですね。これをやるっていうことが重要なんですけど、うまくいかない人に限ってやらないんですね、これがね。逆に言うと、うまくいってる人はこれをやってるはずなんですよ。本読んで勉強する、ちょっと分かんないことがあったらすぐネットで検索して調べる、分かんなかったら先輩や上司に聞く、あるいは確認する、そういったことをちゃんとやっていると、なんかそう大きな失敗や大きなミスをしようがないですね。小さな状態で相談していけば、それが大きなトラブルに発展するっていうのはかなりの確率で防げますから。一人でやろうとする、日本人ってやっぱりね、なんかそういうふうに自分の弱さを人にさらけ出すっていうことに対して非常に恐怖心を持っている人が多いです。だから、相談したらいいのにって言うけど、なかなか相談できないし、自分でやろうとするんだよね。で、本当にどうにもならなくなってから人に相談するから、お前なんでもっと早く相談しないんだよって怒られるという、まあ、悪循環になってくるわけですね。
なので、まあ、相談しようってこともそうだし、弱音を吐いてもいいってことだし、あるいはまあほうれん草みたいなの言われますけど、些細なことをちょっと事前にお伝えしていくだけでも、あ、それそうやってやった方がいいよって、あ、そうじゃなくてそれこうやってやった方がもっとうまくいくんだよみたいなことをアドバイスもらえたりするわけだから、自分一人で解決したり自分一人で何とかしようっていう気持ちをちょっとやっぱ外して、他の人の力を借りていく、ある種謙虚である、そういったものを持ってですね、一人で悩まないってことがとても重要です。人生がうまくいかない人の特徴ベスト3は、素直じゃない、言い換えると意固地、あるいは頑固。例えば先ほどのように何か人に相談してアドバイスや助言などをもらうこともあるでしょう。それやらないんだよね、やっぱほとんどの人って。私も今までたくさんの患者さんに散歩してくださいとかいろんなアドバイスをしてるんだけど、ほとんどやらない。でもやる人が時々いる。素直に言われた通りやる人がいる。治療の日記書いてくださいって言ったら、いきなり第2回目からきちんと日記書いてくる人もいる。そういう人はものすごいスピードで治っていくんですね。だから言われたことをちゃんとやるっていう、まあ、素直さ、そういう人っていうのは私の経験で言うと病気がものすごく早く治っていくし、あれこんなに良くなるもんだったって驚くぐらい治っていくんだけど、ほとんどの人はやらないものですから、やり始めればすごく治りは早いんだけど、やり始めるまでに3ヶ月から6ヶ月かかるんですね、いろんなこと。あるいは薬飲んでねって言っても、実は間引いて飲んでたりねしたりするので治れなかったりとか。言われたことを言われた通りやると、も人生というのはものすごくうまくいきます。もちろん正しいアドバイスや正しい方法に限りますけど、正しい方法や正しいアドバイスを受けた時にそれを素直に実行していくと、人生はものすごいスピードで加速していくし、あなたはものすごいスピードで自己成長していくし、もし病気の方であればものすごいスピードで治っていくんですよ。だけどほとんどの人っていうのは、人から何かこれやった方がいいよって言っても、いやそんなの効果があるはずないしとか、なんかいろんな理由を言ってですね、やらないんですね。だからうまくいかないんですよ。この世の中のおおよそいろんな出来事に関してはもう対処法って決まってるんですね。こうこうこうしたらうまくいくし、こうこうこうやるとうまくいかないってことは、皆さんの仕事の分野でもそうだし、メンタルの分野でもそうだし、健康になる食事もあるし、健康を害する食事ももうかなりのところまで分かってるわけですよ。それは知らないだけなんで、でもそれを教えてあげてもやらない人がほとんどですね。なので素直じゃない人というのがなかなか人生がうまくいかない。素直というのは他の人の話に耳を傾けるということね。それをそのまますぐやるかどうかっていうのはまだ別としても、いろんな人の話に耳を傾けたりする、そういうマインドがオープンな姿勢があるかどうかってことですね。クローズの人はさっき言ったように人にも相談しないって形にもなってくるし、相談してアドバイスを受けてもそれを実行しないって形になってくるので、実行しなければ相談する意味自体ないわけだよね。そういうふうになってきますので、今の人生がうまくいかない人の特徴、整っていない、一人で解決しようとする、素直じゃない、ここに当てはまる人はちょっとずつでも変えていかないと物事が前に進まないんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。